はい、皆さんこんばんは。この度はより身近にクラシックの演奏会を提供することを目的とした女性だけの演奏家グループリュミエールジャポンが初のデジタルリリースを記念した配信番組リュミエールジャポンデジタルリリース記念番組ボリューム2を始めたいと思います。第1回に続き本日も MC はパーフェクトミュージックの鈴木海です。よろしくお願いします。そして本日はリュミエールジャポンからお二人、ピアノの斉藤里奈さんとフルートの温井杏奈さんに来ていただいてます。それでは自己紹介よろしくお願いします。ピアノの斉藤里奈です。出身は生まれは宮城県で、育ちは埼玉県です。今は東京芸術大学の大学院の方で勉強しています。よろしくお願いします。フルートの温井杏奈です。富山県出身で、東京音楽大学のフルート科を卒業しています。よろしくお願いします。さてリュミエールジャポンデジタルリリース記念配信ボリューム2ですが、今回もリュミエールジャポンの初のデジタルリリースを記念した番組となっておりまして、番組を通して楽器のことや今作品のこと、普段の演奏者の皆様のことなど会話を交えながらクラシック音楽をより身近に感じてもらえればと思います。最初に楽器を始めようと思ったきっかけとか、音楽をする上で周りの環境などをお伺いしたいなと思うんですけれども、お二人楽器を始めたきっかけとかって何か話せる範囲で教えてもらってもいいですか？私は、両親が音楽をやっていたわけでもないの で自分で幼稚園に通い始めて、先生が鍵盤でこう歌の時間にこう弾いてくれるのとかを見てすごく憧れて、始めてからはそんなにもうそのことは全然忘れちゃったんですけど、始めたきっかけはもうそれでした。あ、そうなんですね。それからピアノを習い始めて、ご両親には何かどう言って始められたんですか？なんかもう本当にピアノを始めたい、やりたいやりたいっていうのをずっと言っていて、ただ小さい頃から鍵盤のおもちゃに対してすごくこう熱狂的にハマってたっていうのは、後から聞いたんですけど、幼稚園の先生に憧れた時はお風呂の蓋、あれを鍵盤代わりにしてこうなりきり先生みたいな感じでやってた。お風呂の蓋って言われた瞬間にすごい予想しちゃいましたそれをやったりとかして、はい、本当にやりたいんだなってこう母とか思ってくれたみたいで。あ、でもそこまでやってたんですねお風呂の蓋で弾いてたらちょっとさすがにピアノ習わせないとなってなりますね3歳の時に。へえ、3歳ってほとんど物心ついてないぐらい。そうですね、ピアノが好きだった記憶はあるんですけど、その始めた きっかけというか始めた時の記憶みたいなものはないです。なるほど、はい、でも3歳の時には結構そういうアピールをされてたってことですね。そうですね、ピアノやりたいアピール、はい、自我があったみたいな。ああ、それすごいですね、はい、でなんかその周りにそういう環境があったとかじゃなくて、本当に幼稚園の、うん、で見て、はい、見たものに対して自分がそう思ったってことですね、はい、楽器も当然なかったの、家になかったので。そっか、なんかそうですね、はい、こう結構みんなお話を伺ってると大体こう家に楽器があってとかっていうのは聞くんですけど、その時にピアノを買ってもらったんですか？わーいみたいなで、絶好のこうおもちゃを手に入れたみたいな感じで、もう熱中して弾いてて、はい、幼稚園から帰ると帽子とカバン、はい、リュックを取らずに、もう手を洗いなさいって言われてもそれもしたくなくて、帰ってきて直行でピアノのとこ行ってわーって遊ぶみたいなことをしてました。そうなんですね。じゃあ温井さんもちょっとはい、私は母が、仕事でとかでもないですけど趣味でピアノとかをやってたので、家に、生まれた時はピアノがあって、まあ、せっかくあるんだからって言ってピアノを3歳ぐらいから習ってたんですけど、私が習いたいって言ったわけでもないんですけど、はい、ピアノを、母が習わせてたんですね。で、ピアノ自体は嫌いではないんですけど、そんな熱中するほどでもなく、毎週その音楽教室に通う、はい、
感じで、まあ、もともと音楽は好きで、はい、まあ、ずっとやっていたんですけど、まあ、フルートに出会ったのが8歳の頃なんですけど、小学3年生ですね。あの私の通っていた小学校には吹奏楽クラブがあって、あ、小学生の、そうなんです。で学校にも、まあ、豊富にいっぱい楽器があって、はい、まあ、フルートか打楽器をやろうかなっていう気持ちがあって、フルートがなんかかっこいいなと思って、あの応募したんですけど、はい、蓋を開けてみると結構7人か8人ぐらいフルート希望してる子が多くいて、はい、オーディションみたいなのをやろうみたいな、はい、小学校3年生で、はい、で、まあ、そこでちょっと燃えて、はい、すごい頑張って、あ、勝ち取ったんですか？勝ち取ってで、そこからなんかそうフルートの熱みたいなのが生まれまして、で中学校も、まあ、そのまま吹奏楽でフルートやって、で、まあ、専門的に習ったのも中学校1年生ぐらいだったので、普通に吹奏楽部的な、吹奏楽部、あの、近所ではないですね、あの近くにフルートの先生がいらしたので、はいはい、あの紹介をしてもらって、はい、でフルートを専門的にやったのが中学校1年生です。小学校の時にフルートを見て、はい、ちょっと頑張って吹けるもんだったんですか？いや、もう最初は全然音が出なくて、はい、結構息がいるんですよ。まあそうですよね。そうですよ。だから体が小さいとなかなかその音が出ないっていうのもあるし、やっぱり楽器が持てないっていうところがまずあります。あ、まあそうですね、フルートだったらまあ持てるかもなんですけど、フルートももうギリですこんな感じになっちゃうので、小学生のね腕より長いわけですよね、はい、フルートの方が。なのでなんかみんな楽器の方が大きいっていう。で中学生でそういう先生に習って、はい、そこからずっとフルートを吹き続けたってことですか？そうですね、高校生とかになって、はい、まあ、コンクールとか出るようになって、はい、周りのすごい全国の方たちを見て、はい、私ももっと上手くなりたいみたいな気持ちが強くなっていったのが、はい、あります。ありがとうございます、はい、今回のあのレコーディングした感想とか何かありますか？レコーディング結構前だったので、はい、鮮明に覚えてるわけではないんですけど、はい、気をつけたこととしては、気をつけたことというか意識の中にあったのは、このメンバーの中で私最年少なので、こう学生が一人いるみたいにならないといいなみたいなことを気をつけました。なるほど。ちょっとそういう部分ですね。はい、なんかそういうのはこう意識の中にあって。ぬくいさん何か覚えてますか？まあまずホールがすごく響いて、すごい気持ちよく演奏できたなっていうのがちょっと今思い出したらそれがあったんですけど、なんかあのコメント、そのオーディオコメント、はい、でなんかその響き、はい、みたいなのっていうことを触れてたと思うんですけど。なんかやっぱ具体的にそういう場所とかだと響きはすごく近い。まあやっぱり私は一人暮らしで、一人暮らし、あなたの事実が判明しました。すごいいつも狭いお家で中で練習とかしてると、はい、ああいうとこ行くとすごい気持ちよく、はい、響きがあった方がやっぱ気持ちいいんですか？そうですね、聴いてる側は、うん、すごい楽に演奏できるなって思います。なんかカラオケのエコーみたいなみたいなことを聞くんですけど、ね、あ、はい、カラオケとか行かれます？あんまり行かないです。あんまり行かないですか？最初に行きます？一切行かない。一切行かない。あ、そういう感じなんですね。なんか音が大きすぎません？あ、そうそうですね。あ、なるほど。結構音楽館とかには、ね、カラオケ苦手っていう人が多い気がします。なるほど。クラシックの演奏家の方は結構そういうカラオケとか苦手、うん、行く人は行くと思うんですけど、割合的に高いかなっていう。ああ、そうなんですね。あの、でも地方に行った時とか、音出しができないのでカラオケ行ったりとかで練習する、はい、結構いらっしゃいますよ。歌は歌わないです。歌は歌わないけど練習するんですね。はい、あ、そうなんですね。カラオケボックスは結構練習でも使えるという、うん、確かに
その値段的にはね、はい、あとご飯もありますしね。あ、そうですね。頼めば来ますもんね、はい、なるほど。今回録音した曲でなんかすごい気をつけたこととかあったりしますか？録音することをイメージしてなんかこうやったこととかってあるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど。やっぱり CD だと資格がない、はい、あの演奏会で聴いていただくのとは違くて、はい、耳だけの情報になるので、はい、よりこう色彩豊かに表情豊かに、はい、あの演奏したいなっていうのは思いました。普段の、まあ、人前であるやつよりも表現を強めにする、うんはい、それで録音されてちょうどそうですねかなって思って、それはちょっと考えてました。向井さんなんか考えてたりとかありました？でも斉藤さんがおっしゃってたように私もやっぱり耳だけの情報なので、はい、あのすごく音色、はい、音色とかをこううまく、まあ、いつもできあの心がけてはいるんですけど、はいはいはい、あのさらにそれが、まああの際立って聴いてる人がいいなって思えるような音色とかを目指しました。なんか完成した作品聴いてなんかどんな気持ちになりましたか？わーわーみたいな感じですかね。いやでも純粋に嬉しかったです、ね、ああ、うん、来る途中で Apple Music でお二人の名前を検索したらちゃんとアーティストの名前として出てきてあ検索したら出てくるんでねぜひ検索していただきたい。友人とか聞いたりとかしたとか話とかありました？私はあのお知らせを Facebook の方に載せたんですけど、はい、そしたらあの Facebook 上でお友達だけ面識がないって方から、はい、あのアメリカにいらっしゃる方なんですけど、あの聞きました。ボカリーズがすごく好きなんで、うん、遠いあの異国でそうやってこう自分の音楽が聴いていただけてるっていうのがすごくなんかなんていうの嬉しいし、ちょっとこう今までそういう経験もなかったので不思議な感覚だなと思って。ムクイさんは誰か聴いてとかってありました？あ、まあそうですね、やっぱり家族とは結構離れて住んでるので、はい、そういう配信とか、まあ、もちろん CD が出るっていうことですごい喜んでもらえて、あとは、まあ、おばあちゃんとか、はい、ちょっと、まあ、足腰とか悪いので演奏会とかもなかなか今行けないじゃないですか、はい、コロナとかもあるし、そうですね、なのでそういうところで聞いてもらえるっていうのはすごいありがたいし、こういう機会があってよかったなってすごい実感しました。直接会えなくても音で聞かせられるっていうのはいいですよね、うん、